パワー5は、まあ、本当に私みたいなというか普段ツーリングで走っていて、そのツーリングの快適性は絶対に捨てられない、プラスたまにはこうサーキットを走って楽しみたい、やっぱり自分のオートバイのなんかもっとこう行けるとこ見たいっていう時にはもうこのタイヤはバッチリなのかなって思いましたね。やはりあの一般道は僕はパワー5がいいかなと思って、キャラクターもフレンドリーで気を使わないかなって感じですよ、一般道は、まあ、あとサーキット走行が楽しめるんじゃないかなと思います。自走で来られる方がほとんどだと思うんですけど、自走で来る場合に、まあ、雨が降っても安心ですし、例えば朝路面温度が低い状況でもあのちゃんとグリップするのでパワー5おすすめじゃないかなと思います。今日走った中で、まあ、雨上がりでちょっとウエットパッシュとかもあったんですけども、全然こうわ怖いっていうそういう感覚もなく普通に攻めれて、あれこんなところにウエットパッチあったんだって後から気がつくぐらい、何もこう恐怖感なくて安心感が得られたんで、一般道からサーキットに来て楽しみたい方はよりパワー5で楽しんだ上でスキルが上がった時にパワー GP にステップアップしていいのかな、そんな感じに受けました。パワー GP で一般道から走り慣れてないサーキットを走りましたね。で、まあ、ペースが徐々に上がっていってコースも分かるようになって、タイヤの感じっていうのがすごくこう荷重をかけた時に動いてくれるんで温まりも早いですし、なんでしょう、ブレーキかけた時にこう入っていくその感じもあの自分でコントロールできるし、潰して入りたいのかコーナーの出口ではアクセルをゆっくり開けていく時は素直に滑ってくれて、でガッと開けるとこうそのままこう潰れてから流れるような、そういうこうインフォメーションが常にどこにでもあるような、どの領域でも得られるような、そんなタイヤですごく安心感がありました。その前回のモデルよりフロントとリアのバランスが良くなって、前のモデルだとこう寝かし込んでて最後のフルバンクもう一寝かせしたいっていうところのフロントの接地感が薄かったんですけど、このモデルはその最後の一寝かせしたところも接地感もあるし、そのフィーリングもいいのでハンドリングがかなり良くなってますね。バランスが良くなってます。サーキットでもう少しペース上げて走りたいっていう人にはおすすめなのかなと思います。もう本当に正直言っちゃうと、多分私のレベルというか走行レベルだとパワー5でこう補えちゃうと思うんですよ、サーキット走行も。でもちょっとこう今日たくさん乗らせてもらって自分の中でこうリズムができたりこう速度に慣れてきたりしてくると、パワー GP の時の方がなんか楽しいんですよね。同じように乗っているはずなのにメーター見るとちょっと速かったりとか、こう乗ってるうちにこうもうちょっと行きたいっていう欲が出てきたらパワー GP も視野に入ってくるっていうか、まあ入れてもらうと楽しいんじゃないかなと思います。パワーカップ2は私にこう扱えるのかなって思っていざ走り出したら、すごくコースを滑るように滑らかで、さらにすごく路面を掴んでる感じがあったんですよね。ただなんか周回重ねてるうちにその感覚がちょっと薄れてきて、だからねやっぱりあのお二人がしっかり揉んでくれて熱をこう蓄えてくれた状態でそういう恩恵を受けられるんだなっていうのはすごい感じましたね。高ければ高い領域の方がすごく応えてくれて、 GP ではこう少し動くのがインフォメーションになってるんですけど、カップ2はすごくしっかりしてるんですね、エッジの部分が。だからどんどんどんこうあのスピードレンジが上げれる、それに合わせたこうサスセットをしていきたくなるような、そんなこうタイヤでした。やっぱりサーキット走った時は通常の空気圧よりもちょっと落として、ミシュランさんが推奨するサーキットのエア圧、これを試されると面白いと思います、はい、こう見ていただくと分かるんですけど、ほとんどサイドはスリックなので、まあ一般道を乗るというよりは本当にもうサーキットでスポーツ走行を楽しみたい方におすすめするモデルかなと思います。やはり、ね、グリップが全然いいですね。で、まあ、曲がるのもよく曲がるし、こう何かこうアクションを加えた時にタイムラグなく反応してくれます。まあその分ちょっとシビアなんですけどね、うん、その操作をちゃんとしなきゃいけないっていうのはあるんですけど、ある程度の、まあ、
上級者の方で、タイヤをそれなりにうまく潰せてこううまくタイヤを使える方であれば、多分自分がやりたいことに対してちゃんと答えてくれるタイヤなので乗ってて面白いと思います。